アルバロ・オブレゴンはメキシコシティを構成する16の管轄区域の一つ。メキシコシティ西部に位置する。メキシコ革命の指導者の一人で20世紀初めのメキシコの大統領だったアルバロ・オブレゴンから名前を得ている。オブレゴンは1928年にこの地で暗殺された。それ以前はサンアンヘールと呼ばれていた。現在も地区名としてのサンアンヘールは残っている。 アルバロ・オブレゴンは、メキシコシティ西部に位置し、面積は88.79平方キロメートルである。ミゲルイダルゴ、クアヒ・マルパデ・モレロス、マグダレナ・コントレラス、トラルパン、コヨアカン、ベニート・フアレスと接している。南西端で、メキコ州、オコヨアカクと境をなす。メキシコ盆地南西のシエラ・デラス・クルセス山地のふもとに、あたり、北東部は低い平地だが、 最も高い火山は標高3820メートルある。南部に行くに従って標高が高くなる。北部は都市化しているが、全体の24%を占める南部の高地は森林である。アルバロ・オブレゴンは257の地区から構成される。主要な地区にサンアンヘル、サンアンヘルイン、トラコパク、エルミータ、チマリスタク、フロリダ、ペドレガルデサニアンヘルがある。 2010年の国勢調査によれば人口は727,034人である。セントロサンタフェクアヒマルパデモレロスとの間にまたがる、サンタフェ地区はもともとゴミの埋め立て地であったものを再開発してビジネス街にしたもので、1993年に開店した巨大なショッピングセンターのセントロサンタフェで知られる。サンアンヘル地区はプエブロマヒコに倣って2011年に、 制定されたメキシコシティの21のバリオス・マヒコスの一つに選ばれた。南部にはデシエルトでロスレオネス国立公園の一部があるが、主要部分はクアヒ・マルパデ・モレロスに属する。元はカルメル海の修道院だった。東部には南北にインスルヘンテス通り、革命通り、外部環状道路が走る。また北端にはコンスティトゥイエンテス通りが走るほか、 東西を結ぶいくつかの通りがある。2013年には、サンタフェ地区と外部環状線を結ぶ有料の高速道路、スペルビア・ポニエンテが開通した。メキシコシティ地下鉄の1.37号線の駅がある。9号線と12号線を延伸する計画がある。アルバロ・オブレゴンの記念碑伝説によると、テノチティトランを建設する以前のメシカは、岩だらけのティサーパンというところに住んでいたとされる。 今のアルバロ・オブレゴーンにはティサパン地区がある。スペイン人の到来以前からこの地には人が住んでいたものの、現在のサンアンヘルなどの町はスペイン人によって作られたもので、当時、コヨアカンが統治していた。ドミニコ海、ツイデカルメル海がこの地で、宣教活動を行い、また宝石やカジュエなどの産業を起こした。1617年頃に、 カルメル海の聖人であるサンアンヘルに捧げた修道院が完成し、その地はサンアンヘールと呼ばれるようになった。17世紀にカルメル海はさらに南部の山の中にも修道院を建て、現在はデシールトでロスレオネス国立公園になっている。またバスコでガ川、ユートピアの強い影響を受けてサンタフェに病院などを建設した。メキシコ独立革命の後、 1824年にメキシコ式連邦区が成立したが、サンアンヘルはその中に含まれていなかった。米国戦争の後に連邦区が拡大され、サンアンヘルを含むようになった。当時サンアンヘルはトラールパンの一部を成していた。その後何度か連邦区は再構成されたが、メキシコ革命後の1928年に13の区が成立し、サンアンヘルはその一つであった。 同年、大統領に再選されたアルバロ・オブレゴンが、サンアンヘルのレストランで暗殺された。1932年、サンアンヘルは、ビジャ・アルバロ・オブレゴンと改称された。1970年にメキシコシティが16区に、再整理されると、アルバロ・オブレゴンが正式名称になった。サンアンヘル北部は隣接するトラルパンと、同様、シトレ火山の溶岩が固まったペドレガルという、 岩だらけの土地で人間が住むには適さないと考えられていたが、1950年代にルイス・バラガンはペドレガルの住宅化を行った。1970年代にはメキシコシティの他の地域と同様に人口が増加した。このために起きた高地の住宅化、特に不法な集落の形成は、雨季の地滑りや森林破壊、水質汚濁などの社会的、 生態的問題を引き起こした。ありがとうございます。